はい、皆様、よっす。本日は以前遊んだアプリの第2弾。犯罪密決、遊んでいくわよ。もしかしたら、知らない間に犯罪を犯しているかも。それでは早速、まずは電車内の犯罪から。せっかく空いている席なのに。空いている席は、もしかして、荷物を置くのも犯罪？と思ったら、なんかめっちゃ汚れている座席が。はい、荷物を置く行為ではなく、座席を汚しちゃったら犯罪。たまに普通に電車内でカップ麺とか食べちゃう強者もいるからな。もしも、スープなんかを座席にこぼしちゃったらアウト。みんなが使うものはきれいに扱いましょう。お次、まったくけしからん、アホカップルですな。リア充め、やるなら家とかでやれよ。人目も気にせず、電車の中でイチャイチャ。はい、このイチャイチャも度合いが過ぎると、公然猥褻になる可能性も。マジで、恥ずかしいったらあやしない。でも本音は、ちょっと羨ましい。正直でよろしい。ってことでリア充の皆様、公共の場でのラブラブはほどほどに。ちなみに主は、電車内で耳をペロペロしてるアホカップル見たことあります。ではお次のステージ、通勤、通学。道路は危険がいっぱい、音が聞こえないと危ないかも。これは結構やっちゃっている方も多いのではないでしょうか。自転車乗りながらの、音楽。はい、基本的に車も自転車も、イヤホンでの走行は禁止。理由は、クラクションなどの重要な音を聞き逃してしまう可能性があるから。ちなみに片耳ダメと書いてありますが、これは地域の条例によって様々。基本的には周囲の物音が聞こえなくなるような使用は禁止のようです。お次、必要以上はダメ？いました。歩道なのに歩行者を邪魔者扱い。自転車のベルを鳴らしまくり、迷惑おばさん。はい、これも暴走族みたいに鳴らしまくるとダメなようです。てか皆様、前の人が邪魔な時ベル使いますか？主は怖いので、そっと抜かすタイミング伺ってベルは使わないんだが。今のを要約すると、ただのビビリです。お次、大切な家族を危険に合わせるんじゃない。大切な家族、これはワンちゃんのことでしょう。たまに見かける、自転車で犬の散歩する人。どうやらこの行為、道路交通法違反らしいです。もしリードが車輪に絡まったら、もう大変なことに。ワンちゃんを怪我させないためにも、お散歩は歩いてしないとな。ちなみに、散歩しながらだと正常な運転ができないとの理由でアウトのようです。それでは、本日の最終ステージ。皆様にも身近な、SNS での犯罪。これね、ネットで匿名だからってひどいコメントを書く人がたくさん。結構ニュースなんかでも取り上げられることも多いですが。もちろん、殺害予告の書き込みはそれだけで犯罪。殺すなんて、ネット上でも絶対に言っちゃいけません。警察が調べれば書き込んだ人間の特定も可能。皆様も、ネット上での発言には気をつけましょう。お次、こんなの見つけたらついつい拡散したくなっちゃうけど。はい、電車の中でものすごい格好で寝ているおじさんを発見。いいねが欲しいから、ついつい SNS にあげちゃった。でも他人の写真を勝手にアップするのはもちろんアウト。主は以前、電車内で泥酔し、顔中に落書きされて、おでこに鳥が飛んでいるおじさんを見かけましたが、写真撮りたい気持ちを抑えて、そっと目に焼き付けました。では本日ラスト、結構多いこの行為。合力と合力。芸能人になりすまして、ひどいコメントを投稿。はい、たまに YouTuber のなりすまし偽物アカウントなんかもありますが、これも立派な犯罪。ちなみに主も、主チャンネルにという完全なりすましアカウントを作られたことがあります。それでは、また次回お楽しみに。はい、皆様ありがとうっす。本日は犯罪密決、第2回目だ。それでは、前回の続きからやっていきましょう。最初のステージはこちら、スーパーが。それって別のものについていたやつじゃ？もしや、これは他の商品の値引きシールを、自分の買う商品に貼り付けるというアホ行為のことでは？主ちゃん正解。まあこれは基本みんなが犯罪ってわかるような行為ね。でも実際に、こんなことしちゃう残念な人もいるのは事実。お次、気づいたのに黙ってたら犯罪になっちゃう？受け取るってヒントだから、きっとお次のことね。正解。はい、これはたとえ店員さんのミスでも、多くお釣りを受け取ったのに気づいた場合、黙ってたらアウト。詐欺罪になっちゃうらしいので注意よ。もちろん気づいてない場合は、詐欺罪にはならないです。ただその場合でも、当たり前ですが返済義務はあるとのこと。ではお次のステージ、夜の繁華街。先生、ここで血を流さないで。流血している人、いるかな？それっぽい人はいないので、流血、喧嘩のことかな？正解。
せい、これはどうやら喧嘩を吹っかけた人が暴行罪になる可能性がある模様。ただ喧嘩両成敗という言葉があるように、相手の挑発に乗って自分も攻撃しちゃうと同じく暴行罪や傷害罪になる可能性が。とまあ喧嘩はいけないことだと皆様わかっていると思いますが、盛り上げないで止めようよ。はい、よく映画や漫画で見る喧嘩を盛り上げるヤジ馬たち。たとえ自分が喧嘩をしていなくても、やれやれーなどの喧嘩を煽るような行為もアウト、傷害現場助成罪という罪に問われる可能性が。かといって自分で止めに入るのも危険なので、喧嘩を見たらこっそり交番、警察に通報が一番かな。ってことで皆様、喧嘩を煽るような行為は厳禁ですぞ。お次、人生いろいろ大変だろうけど、フラフラしているこのおじさんのことかな。お、正解正解。世間一般ではホームレスという言葉が一番身近だと思いますが、病気でも怪我でもなく健康体なのに、仕事もせずに家も持たずに放浪生活、そういう場合は不労罪になってしまうようです。お次のステージ、駅前、ライブハウス。ライブハウスのヒントから、街中で堂々と歌っているこのお姉ちゃんかと思ったが、残念違った。正解はこちら、たまにいるアホみたいな音量で音楽流している迷惑車。これ、虫が最も嫌いなタイプの人間。こういうやからは大体スピードもアホみたいに出すからな。そうそう、マジで何アピールであんな大音量出しているのかしらね。まあ本人たちはあれがかっこいいと思ってるんだろうけど、正直周りからしたらクソダサいしクソ迷惑なのでやめてくれ。それではお次、飲みすぎちゃって悲惨なことに、思いっきりタクシーの中でリバース。こんなんされたら運転手はたまったもんじゃない。酒癖悪い人結構いるのよね。こちら過失は特にないらしいのですが、タクシー内のクリーニング代は払わなきゃいけない。まあ自分で汚したんだから当然っちゃ当然。では本日最終ステージ、教室です。好きな子が何色か気になっちゃう。これはもしや、さあ変態小僧はどこだ。発見、スカートめくりの色坊主。男の子は5人に1人が経験。いやそんなねえだろ。ってことは女子は5人に1人が被害者。あ、これはもちろん大人になってこれをやったら犯罪って意味よ。大人になってもスカートめくりするアホなんているのか疑問ですが、では本日ラスト、昔は当たり前の光景だったけど最近はいろいろと厳しい世の中。バケツ持たせて廊下に立たせるなんて教師が行ったらすぐに PTA から苦情苦情、体罰扱いに。まあ昔は真夏の部活中、水飲むの禁止とかいろいろすごかったらしいからな。でも今は逆にちょっと過敏すぎる気も。ということで以上、本日はここまでです。また次回お楽しみに。はい皆様アニョッス。本日は第3回目だけど最終回。犯罪日記数、やっていくぞ。ということで早速、前回の続きから。それが彗星なことを祈りたい。油性だったらもう大変。小学生、いたずらしたいお年頃。はい、寝ている友達の顔に落書き。そんないたずらの経験がある方もいるかと思いますが、寝ていて抵抗できない状態の人にこういったことをしちゃうと暴行罪に当たる可能性もあるそうです。ってことで皆様、友達の顔に落書きするときは許可を取りましょう。そんな許可もらえねえだろ。お次、それでおやつを変えたのに。どういうことだろう。まあ変えたのにってヒントだから、お金で遊んでいる生徒たちかな。小銭壊してるし。はい、このお金を壊したりする行為が違法。硬貨や紙幣を故意に破損させると貨幣損傷罪になる可能性が。なんか昔1円を曲げている友達とかいたな。ちなみにマジックなどで使う仕掛けコインももちろん違法で、数年前には販売目的でマジック用に硬貨に仕掛けをした人が逮捕されるなんて事例も。ってことで皆様、お金を壊したり改造はダメよ。さあここからは街中に移動。すいません、ヒント早かった。はい、編集ミスを修正しないアホ実況者です。ちなみにヒントはそんなとこで歌っている場合じゃないだったので、シャドウを逆走しながらルンルン歌っているこのお姉さん、これは何度かに多様なので出てきたけど、自転車は車両扱い。当然車同様にシャドウの逆走は NG です。お次、都会では当たり前、刺激強め。これは何のことかしら。刺激強めだから露出の多いファッションのことかな。マリサ正解。はい、ファッションといえど露出が高すぎると軽犯罪、公然わいせつになる可能性も。つい先日渋谷はハロウィンで大盛り上がりだったみたいだけど、やはりド派手な露出の多い仮装も軽犯罪になる可能性があるとのこと。ってことで派手なのもほどほどに。お
次、これはまあ現実世界じゃあんまなさそうですが、やっぱり彼女を忘れられない。他の男となんか結婚させるか。なんて感じで、元彼が結婚式の会場に乗り込むなんて場面が映画やドラマでありますが。これ、タクシー誘拐罪っていう罪になるみたい。ドラマとかだとなんか良い感じのシーンになっちゃってるけど、冷静に考えたら結婚式ぶち壊して花嫁連れ去るって、相当ひどい。確かにな、残された新郎がかわいそうすぎるぞ。お次、他の人もいるんだからまあ落ち着いて。たまにいる、周りが全然見えてない、周りに全然お構いなしで公共の場で大声出しちゃう人。例えばファミレス、後ろの席の人が大声で喧嘩なんかしてたら、もう迷惑もいいところ。詳しくはこちらをお読みください。ふむふむ。まあ公共の場では他人の迷惑も考えて行動しましょうってことですな。喧嘩とかは家で勝手にやってくださいな。はい、それでは最終回なので本当の最終ステージ。最後はここ数年で一気に有効、フリマアプリ。フリマアプリ、利用規約には結構出品禁止のものが記載されていますが、学校の制服や、使用済みの下着などもそのうちの一つ。まあね、本当にその学校に通う人が、正当な利用目的で買うんであれば問題ないんだろうけど、変態野郎がよからぬ目的で購入することも。ちなみにここに書いてある古物営業所か。普通にフリマアプリなどで、個人で使うものを買ったり売ったりする分には必要なく、ビジネスとしての利用、転売目的などの場合は、この許可が必要になるとのこと。では最後、フリマアプリに売られていたとんでもない品物とは？何やらここに怪しいものが。はい、SNS でこんなのが売ってたと話題になったこちら。妊娠検査キットの陽性反応が出ているもの。陽性反応って、これ買う人絶対悪用目的じゃん。妊娠してるんだけど、責任取ってよね。お金よこしなさいって感じ。本当に、これは売る側も買う側もどうかしてますな。はい、ということで以上、犯罪密決でした。また少し賢くなった。では、また明日の動画で。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。